今日は練習嫌いの子のための練習克服方法についてご説明します。家庭でなかなか練習しない、なぜかゲームばっかりやってしまう、そんなことは心配ご無用です。ドレミの音名で歌いながら好きな曲を、今日は右手だけ、今日は左手だけ、できるようになると両手だけというふうに分けて部分練習をやってみると楽しく両手で弾けるように必ずなります。家庭での練習も一つお約束、小さなルールを決めてやってみてはいかがでしょうか。この曲が弾けると美味しいおやつがもらえる、この曲ができると遊んでいいよなどと、学校の宿題と同じです。この部分ができたらこんな嬉しいことがあるよといった小さなお約束を決めて、ぜひ鍵盤に触れることで表現力に応用力も身についてきます。今日は魔女の猫、ディミニッシュのコードがとってもおしゃれな曲です。コードネームの響きをイメージして弾くのがポイントです。魔女の猫。感じで動物ジェスチャー、これも一度取り入れてください。犬のおまわりさんならワン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 などと、猫踏んじゃったも簡単に楽譜がなくても弾けるようになります。ぜひ練習がなかなかはかどらない、鍵盤に向かう姿勢がなかなかないなどとお悩みの方、一度ご相談ください。右手だけ弾いてみて、左手が難しい時は和音やコードで考えて弾いてみる、読譜力に初見力が身につくと表現力、応用力に集中して弾けるようになります。練習方法についてお話ししましたが、いきなり両手で弾くのではなく、右手だけ弾いてみて、今度は左手だけ、できるようになると両手で弾いてみる、今日はこの部分ができたら美味しいおやつを食べようね、先生に褒めてもらう、お母さんお父さんに聞いてもらうなどと、小さなルールを決めてみてはいかがでしょうか。必ず効果が出ると思います。今日もきちんと譜読みをして弾いてきてくれました。あとは表現力をいかに、表現する能力を身につけるかという順序を追って、ピアノというのはどんどん上達していきます。それではまた YouTube およびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。的確なアドバイスができる、曲に応じた奏法ができる、コードネームの仕組み、テンションコードの仕組み、いろんなことを楽しく学べます。
それでは CAPIMAKI4041@gmail.com になりますが、主要三和音のポジション、終止形、スケールの種類、何でもお任せ、ちょっちょいのっちょい。それではバイバイなのだ。さようなら。リクエスト、ご要望、何でもどしどしご遠慮なくお問い合わせください。子どもたちの持っている能力を引き出します。誰でも褒められるとまた頑張ろうと思います。きちんと能力を見極めて適性に応じた双方ができる個人のニーズ、能力をきちんと尊重し大切に育てます。何でもご要望などがあればどしどしご遠慮なくお申し付けください。謙虚に先生はいつも日々邁進しています。それではさようなら。